食べて紹介流山。この動画は実際に食べに行ってきた流山の店をご紹介させていただきます。今回は流山市南流山にある麺酒場丸勝さんをご紹介させていただきます。麺酒場丸勝さんは JR 武蔵野線つくばエクスプレス線南流山駅から徒歩5分のところにあります。お車でお越しの方は近隣のコインパーキングをご利用ください。営業時間ですが、昼の部が11時30分から14時30分、夜の部が17時から22時まで、定休日は日曜日となります。新型コロナウイルス感染拡大のため、営業時間、定休日が変わる場合もございますので、ご来店時は事前にお店の方へご確認いただければと思います。今回食べてきたメニューは、塩もつラーメン、税込み900円です。丸勝さんといえば、いろんな種類のもつラーメンが人気ですが、その中でも塩もつラーメンが私は一番お気に入りです。柔らかく煮込まれたもつと、クリーミーなスープが太麺と混ざり合って、とても美味しかったです。よかったら食べてみていただければと思います。また麺酒場丸勝さんではテイクアウトメニューも豊富にございます。これはまた別の機会にご紹介できればと思っております。また今回もお店のイラストを描かせていただきました。今後もお店のご紹介ができればと思っております。動画の内容が良ければ高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回は流山市南流山にある麺酒場丸勝さんをご紹介させていただきました。お店が気になった方、ぜひ一度行ってみていただければと思います。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。